今が旬の白根産キュウリが作られているのは、今年2月に新潟市南区に完成したばかりの大型の園芸ハウス、ICT が活用されています。キュウリの1日の水と肥料の回数は6回ほど、それをすべて自動で行います。朝、農家がタイマーを設定し、その時間になったら自動で水と肥料がまかれます。また二酸化炭素濃度はスマートフォンで設定すると、制御装置が受信し、遠隔でダクトが膨張。視察した中原弥一市長も驚きの様子でした。温度や湿度もスマートフォンで設定し、自動で窓やカーテンが開いたり閉まったりします。農作業を ICT 化することで生産量を増やそうと、新潟市の補助事業に地元の JA などが申請。去年、キュウリ王子の名でブランド化した白根産キュウリは、昨年度よりも出荷量が100トンほど増える見込みだといいます。さらには栽培技術の継承にもつながりそうです。家族ではできないので、ある程度雇用を始めたところによって、やっぱり自分を助けてくれる人が増えたっていうところが一番大きかったです。農業は新潟にとっては大事な産業でもありますし、しっかり守っていかなければなりませんし、儲かる農業を、実現していかなければならないと。 ICT 活用でキュウリの生育と農家の作業両方が快適な環境に、儲かる農業へと発展できるか期待が高まります。